ということで今日はね、ゴールデンウィーク最終日ということで、80年代の、ちょっとね、曲をやっていこうかなといった感じでございます。まず何もない状態で作っていくんですけども、まずまあ簡単にドラムを、どうしようかな、簡単にこのキャンディーあたりで今回も作っていこうかなと。どうしようかな、まあもう出発からこういう感じでいこうか。まあ簡単な、まあこのねロリポップとかいいですよね。まあこれでもいいかな。まあじゃあこれからまず、まあ、3小節目ぐらいからいこうか。で、フィルなしでいいですかね。3小節。うん。ピアノ、どうしようかな。あんまりちょっとね、生っぽい方がいいかな。生っぽい方がいいかもしれない。コードはね、まあ。A からいきます。ちょっとこのキーをこうか。あ、そうかさ。どうしようか。まず A ですね。で。分数コードいく。これをまあ A7 ですね。 A7 の2-5 モーションで D に行くで、まあ、G7 というかね F on G 上がっていくわ。この繰り返しをちょっと最初いきますね。120でいくが変だね。まあ普通に順当に D に E7 に行きますか。繰り返しで、この繰り返しをちょっと70年代っぽい80年代っぽいやつね。でベースはどうしようかな。まあここら辺のスティービーベースっていうかね、スティービーっぽい。ちょっとこういう今なんか一瞬いい感じのフレーズが出てくる感じ。ちょっとじゃあちょっとメロを入れますね。シンセっぽいメロを。
ュアンス的に、まあ、こうフィックスじゃないんだけど、これね、こういうね、で次ちょっと B を入れますね。 B はちょっとイントロこれ逆になったけど、 B はじゃあどうしようかな。 B は、ねてて、どうしようかな、C に転調しますね。こういこうかね。こういう感じいきます。じゃあ、11からまず D マイナー。これはまあ全部これと一緒。こういこう。この後は行くんだけど、ここまた戻る。適当に出会い頭にこういうね、ちょっと入れてもう一回もう一回
シンセメロの音をまた変えます。この音いいね。ちょっとこれでこれ見て、
にしようかな。こ、ね、っちの A メロのとこでね。ちょっとずれましたけどね。で、どうしようかな。コードが。チェンレレンレか、そこ。ということで今日はね適当な曲ですけどもね 80s っぽい曲を作ってみました。まあまあコードによりますけどね、こういうね、
はい、ということでございます。ということでね、今日は、ちょっとゴールデンウィークということでね、80年代の曲をやってみました。喉がちょっとね、暇つぶしになったかなと思った方おられましたら、チャンネル登録